大丈夫、まだなんとかなるよ。取った。悪く思わんでよ、この調子で。やー、さまみろ、落ちて。あ、終わり。今行くよ。さあ次行くよ。
ずいぶん濃い海域だな。さっさと終わらせて帰ろうぜ。しかし海域の順応プログラムってのは退屈でしょうがねえよ。真面目こいてやるようなもんでもねえだろ。まちょっとやっていい感じで帰ろうぜ。ありきったところでおまけのプレゼントはないんだし、ま生き残る確率が 1% くらいは上がるかもしんねえけどな。お、そろそろ時間か。さてやるぞ。まずは状況の確認からだ。正面も再度確認。敵影なし。ぼーっとしてると食われるぞ。とにかく動け。お前ジャンプは好きか？無駄に飛び回りたくなる時ってあるよな。高台からのジャンプなんて漏れなく男のロマンぎっしりだぜ。張り切って息切れするんじゃねえぞ。スタミナの管理はエイジの初歩の初歩だぞ。まっこの辺に荒神はいないみたいだし、準備運動がてら動いとくか。濃い海域ってのも俺らエイジにとっちゃなんてことねえな。そろそろ神器を使いたい頃だよな。荒神さんよ、どこにいんだ。俺らはこいつを使って戦うためにいるんだからよ。来た。荒神だ。敵の位置はマップで確認できる。見失ったらすぐに確認しろ。俺にも仕事は残しといてくれよ。お前銃の攻撃は得意だっけ？ちょっと見せてくれよ。神器をガンフォームにして。お、ほらちょうどいいやつが現れたみたいだ。ガンフォームでの攻撃はオラクルポイントを消費するけど、隣接攻撃で回復するから、要はバランスだよな。こんなもんだろう。どうだ体の調子は？まあこんな海域の中で元気もクソもねえよな。お疲れ。